ドイツの高速鉄道路線。ドイツの高速鉄道路線では、旧ドイツ連邦鉄道、西ドイツ国鉄及びドイツ鉄道の路線として整備されてきたドイツの高速鉄道路線について記す。この路線上を運行する高速列車としては、インターシティックスプレス、インターシティ、ユーロシティなどがある。またかつては、メトロポリタンも走行していた。 高速鉄道路線のドイツ語での故障には以下のようなものがある。1973年より建設が開始されたドイツ最初の高速新線である。貨物輸送を念頭に置いたこともあり、線路条件は非常によく、最小曲線半径は7000メートル、一部5100メートル、最急勾配は12.5パーミル、伏線間隔は4.7メートルとされた。 環境破壊に対する懸念や、これへの対策に伴う建設費高騰などにより、再三建設が中断され、1988年5月に、ようやく古田ビュルツブルグが部分開け、1991年6月に、本格開業にこぎつけた。なお建設費は、ハノーファービュルツブルグが59億ユーロ、マンハイム・シュトットガルトが23億ユーロである。 高速新線使用開始と共に運行を開始したアイスは、その高速性と従来にない洗練された内装により、大変な好評を博し、その後の高速新線建設へ弾みをつけた。また IC など、タ種シュ別も乗り入れ、高速新線の恩恵は、アイスの止まらない都市や、比較的近距離の利用客にももたらされた。なおアイスの最高速度は、 時速 250kmECICIR の最高速度は時速 200km である。一時期アイスという時速 160km 運転の高速貨物列車が運転されていたが、積載可能コンテナに制限があったこともあり、軌道や車両の保守の増加に見合うだけの需要はなく廃止されている。これに代わって現在は PIC と呼ばれる郵便。 小包専用の高速列車が最高速度時速 160km で夜間に運転している。通常の貨物列車も夜間に運行されている。ドイツ統一高速交通計画と呼ばれる東西、ドイツの鉄道連絡を図るプロジェクト群の一環として整備された路線で、1992年に工事を開始、1997年に開通した。 オエビスフェルデイ製は ABS で、これ以降は NBS だが、東ドイツ時代に廃止された路線跡を利用して建設されているため、比較的短期間で竣工し、建設費も25億ユーロと安価に住んでいる。ABS 区間の最高速度は時速 200km、NBS 区間は時速 250km、なお 90km の区間でスラブ軌道が使用されている。なお アイスが統一ドイツの首都ベルリンに乗り入れるようになったのは1993年5月のことであるが、当初は現在の NBS-ABS とは異なった経路、すなわち、ブラウンシュバイクマクデブルクブランデンブルクポツダムを経由しての運行であった。ドイツからスイスへ向かう幹線ルートで、旅客列車ばかりではなく、ロッテルダムやルール地方とスイスイタリアを結ぶ。 貨物列車も多数運転されている。アルプスを横断する鉄道整備計画であるアルプトランジット計画が完成した際には、貨物列車の輸送量増加も見込まれ、オフフェンブルク以北はドイツ南部からフランス方面へ向かう幹線ルートであるので、スピードアップに加えて線路容量の増加にも考慮した改良計画となっている。これにより、 オフフェンブルク以北は複々線化されることになる。また1998年6月にオフフェンブルク以南に LZB をベースにした信号システムサー・エルカを導入済みで、これによって線路容量を向上している。サー・エルカに対応していない車両はオフ,フェンブルク以南には入線しないようになった。全区間竣工の暁にはカールスリュエ・バーゼルが69分で結ばれる子になる。 先の高速新線では、貨物列車の運行を考慮し、水道や橋梁を多用して、線形を重視したが、これが、建設費の高騰につながった。この高速新線は、旅客列車専用線とし、四十パーミルまでの勾配を許容することになった。これによって、アウトバーンの A3 と並行して、NBS を建設することも可能となり、用地の確保、騒音、環境など、 あらゆる面で有利となり、建設費、工期の圧縮につながった。最小曲線半径は3350メートルで、全線でスラブ軌道を使用している。1995年にフランクファーター・クロイツと呼ばれる交通結節点周辺での工事が始まり、1997年には残りの区間も着工。1九9九年五月にフランクフルト空港駅、 フランクファートフラッコフン・ファーンボンホフが開業。2002年8月にはケルンまでが開業し、シャトル列車の運行を開始、同年12月に本格開業。2004年にはケルンボン空港への乗り入れ路線が開業した。アイス3のみが乗り入れ、時速 300km 運転を行っている。建設費は60億ユーロ。ケルンからブリュッセルさらには、 パリへの高速列車網の一部をなす区間で2003年にダーンまでの 38km が完成した。ABS としては初めて時速 250km 運転に対応している。在来線を改良するとともに並行して複線、一部単線の S バーン用線路を建設し、低速列車は S バーン化の上分離している。アイスさんは すでに時速 250km 運転を開始しているが、タリスは LZB に対応していないため、時速 140km 運転にとどまる。2006年にアーフェンまで延伸され、この区間の最高速度は時速 200km となる予定である。同区間は第二次世界大戦前、平均速度ベースで、当時の世界最高速列車だったフリーゲンダーハンブルガー号。 1933から39年や、零語形状機機関車零々2号機の高速、試運転での時速 200km の世界録、プロペラ推進式の試験用車両、シーネンツェッペリンによる高速記録など高速列車の舞台として知られた。しかし、第二次世界大戦後はドイツが東西に分割されたため、道路線は東西国境をまたぐ路線となり、 戦前の高速運転は行われなくなった。1990年のドイツ再統一後は、荒廃していたインフラの整備が行われ、インターシティの運転も行われるようになったが、ドイツの2大都市を結ぶ路線ながら、ドイツ統一高速交通計画で、時速160キロメートル運転が開始されたのみで、大規模な改良は進んでいなかった。これはこの区間へのトランスラピッド リニアモーターカー建設計画がくすぶっていたためである、しかし、建設コストなどの問題から、2000年に正式にトランスラピット計画が破棄された。2001年より5億ユーロの建設費をかけ、同線の時速 230km 運転に向けて、踏切の撤去、軌道強化、信号設備の更新などの大規模な改良工事が始まった。 この改良工事は2004年に完成し、同年12月改正で、アイスの所要時間が2時間9分が1時間33分まで、IC の所要時間が2時間23分が1時間58分まで短縮された。アイスの表低速度は、時速 185km にもなる。当初は、アイス、IC が、それぞれ2時間間隔で運転され、 2006年5月改正では1時間間隔に増発されている。しかし2008年2月に改良工事で使用されたコンクリート枕木の一部で強度や品質に重大な問題が存在することが発覚した。このため同種類の枕木を一斉交換することが決定し、2009年春に約3ヶ月間道路線の一部区間で列車の運行を全面的に休止して、 枕木の取り替えを行う集中工事が実施されることになった。工事期間中は、アイスや IC は迂回運転を行う予定である。ニュルンベルク・インゴルシュタットの NBS と、インゴルシュタット・ミュンヘンの ABS の建設計画で、ミュンヘンからニュルンベルクさらには、ベルリンへの感染をなす。NBS は、時速3 0 0トル対応最急勾配20、パーミル、ABS は、 時速 200km 対応最急勾配12.5パーミルで、いずれも貨物列車の運転を考慮している。また合わせて、ペーターハウゼン以南でエスバーンの線路を分離する。これにより、ミュンヘンからニュルンベルクまでの所要時間は102分から64分まで短縮される見込み。2006年6月にサッカーワールドカップに合わせて、シャトル列車の運行を開始する予定。 本格開業は同年12月を予定している。建設費は36億ユーロ。2006年9月2日には、ニュルンベルク・インゴルシタット NBS 上で、オーストリア国鉄の1216-050、型硬直流電気機関車が、機関車としては世界最高記録となる時速 357km の記録を出している。年月日のダイヤ改正より、 この区間を経由するアイスが大増発されたほか、ニュルンベルクとミュンヘンを最高速度時速 200km で結ぶ快速列車ミュンヘンニュルンベルクエクスプレスも点されている。1992年よりド、ドイツ統一高速交通計画の一環として、時速 160km まで最高速度が引き上げられたが、さらに時速 200km 運転を目指して改良が行われている。 ベルリン・ユーターボクで、アルカテル社のアルトラク、イートックスの試験が行われ、イートックスの本格採用が決まった。ユーターボクハレ、ライプツヒにもエクッツレベル2が設置され、現在時速 200km 運転に向けた試験を行っている。ベルリン・ハレが56分、ベルリン・ライプツヒが59分まで短縮される予定。15億ユーロの建設費が見込まれている。 2期に分けて工事が行われており、1期工事では時速 160km 運転を、2期工事では時速 200km 運転を目指している。フランスの高速新線、LGVS と開業後は、パリからフランクフルトアムマインを欠陥船ルートとなる。1998年に1期工事が始まり、段階的にスピードアップを図り、2003年に完成した。 二期工事は2007年の完成を目指している。ETOX レベル2が採用される。2020年をめどに踏切撤去による連続立体交差化や信号システムの全面回収を行い最高速度を時速 200km に引き上げ、この区間を59分まで短縮する計画である。ベルリンプラハウィーンの交通軸の一部を成すことになる。10億ユーロの投資が見込まれる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。